お花紙、色上質紙、ペーパータイを使って菖蒲の花を作りましょう。葉っぱは薄口の色上質紙を使って作ります。端を1センチ5ミリぐらい2回折ったら、先の部分を細くして真ん中をずっと切っていきます。最後は反対側の端に出ます。これで葉っぱが2枚できます。園芸用のペーパータイを葉っぱと同じ長さに切ります。片方の先の部分を三角に切り落としておきます。葉っぱの真ん中に水のりかボンドをつけてペーパータイを貼り付けます。ペーパータイが長すぎた場合は、金切りバサミかペンチで切り取っておいてください。残った色上質紙で茎を作ります。45度ぐらいに折り目を入れたら、くるくると巻いて棒を作ります。端に楊枝をつけると巻きやすくなります。折り目に糊をつけて、底を目安にまっすぐ巻いていきます。こうすると緩みのないしっかりとした棒ができます。最後は糊をつけて巻き込んで留めます。片方の端をまっすぐに切り取り、そこからハサミを入れて1センチちょっと切り込みを入れます。そして3つに切り分け開いておきます。次に花びらを作りましょう。紫色と黄色のお花紙を使います。紫色のお花紙を1枚6等分のジグザグ折りにして半分に切ります。全部山折りになっている方を手で持って、下から1センチぐらい切り込みを入れたら、ハサミをくねくねと動かしながら斜めに切っていきます。一度切り落としたら、1センチぐらい開けて反対側から先の方に向かって斜めに切ります。広げるとこんな形になっています。今度は黄色と紫のお花紙を重ねて6等分のジグザグ折りにします。12等分の型紙の半分を使うと簡単にできます。それを3つに切ります。全部山折りになっている紫の方を持って、斜めに切り込みを入れまっすぐ切り落とします。これを黄色が見えるように開いておきます。黄色いお花紙の方から糊をつけたら、先ほど切った花びらの根元に貼り付けます。下にくっつかないようにしてしばらく乾かしておきます。茎に葉っぱを貼っていきましょう。葉っぱの根元に糊をつけて茎を巻き込むようにして貼り付けます。もう一枚は反対側から貼り付けます。花びらの根元が乾いたら、黄色い花びらにほんの少し糊をつけて大きな花びらに貼ります。それから花びらの根元に折り目をつけていきます。そして真ん中の花びらに両側の花びらを半分だけ貼ります。最後に両側の花びらの根元に糊をつけて貼り合わせたら、花びらが切れているところにもほんの少し糊をつけて貼り合わせておきます。花びらの根元の間のところに糊をつけたら、一つにまとめてぎゅっとねじってくっつけます。根元をぎゅっと握って花びらを折り返すと黄色い部分が出てきます。形を整えると花の部分が出来上がりました。この花に茎をつけます。3つに切り分けたところにたっぷりと水のりをつけ、花びらの裏から貼ります。のりをつけたところが花びらの中心に来るようにしましょう。葉っぱを形よく曲げると菖蒲の花ができました。紫色以外にも青色や藤色、白で作ると綺麗だと思います。たくさん作って菖蒲園のようにして飾りましょう。